園芸ラボの坂本です。コブラ男じゃありません。今日は紙コップとこのピートを固めたジフィーポットを使ってひまわりの種まきを行いましょう。ジフィーポットはこのように10円玉のような大きさのピートでできた板です。これを紙コップに入れて、紙コップには私の力作が書いてあります。で、上下を間違えず、この薄い紙のようなものが張ってないところが上です。入れてみて、カップヌードルのようにお湯をちょっと入れる、ちょっと入れる。さあ、しばらく待ちましょう。3分ぐらい経ちました。これがこんな感じです。さあ、あと5分経ったらどうなんでしょう。一回切って、さらに5分経ちました。どうなったかな。じゃーん、膨れました。これにひまわりの種を、おー、ごめんね、尻尾が動きました。尻尾ごめんね、と巻いてみましょう。ひまわりは健康性種子なので、光が当たると生えてこない、来ません。従いまして、このジフィーポットのところをうじ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 とほじくって、ここに種をまきます。まいの種をまきます、まきます。二つ棒として土をほぐして、はい、これをレースのカーテン越しのあったかい部屋に置いときましょう。さあ、1週間経ったらどうなるか。1週間前に巻いていた、じゃん、こんなんなりました。あと2週間か3週間経ったら1本にして畑にそのまま植えましょう。園芸ラボはこのように新しい園芸資材を使って皆様にいろんな趣味の楽しみ方を、園芸の楽しみ方をお教えします。みんなチャンネル登録してねー。